えー、あの東京新聞の望月磯子記者らしき人物が今日も今日とて林芳正官房長官らしき人物にうざがらみしていたという話題インフルエンサー MI2 さんのツイートより紹介したいと思います人数少ない東京新聞望月磯子さん今日の発表でも自衛隊はわずか6,700人熊本,の時に派遣熊本の時に派遣したのの3分の1以下しかない林芳正官房長官らしき人物 自衛隊1万4人体制で対応している昨日防衛大臣が統合任務部隊を1万人から1万4000人体制に増強すると発表記者なのに情報アップデートできないんですかねということでして望、えっと、月磯子さんがうざがらみしていた内容これ MI2 さんが切り出してくれていますけれど約10分約10分ありましたその中からポイントを絞りまして望、えっと、月磯子記者らしき人物の 主張するとまあなんか演説してましたんでそれをまとめますと熊本,熊本より少ないでこれ6,700人だっつうんですけれどもうすでに、ね、1万4,000人入っていて熊本の時は2万4,000人だったとあの林芳正官房長官らしき人物に否定というか訂正された時にあだとしたらだとしても、えっと、熊本の時の2万4,000人よりは 1>, と1万4千だ二2万だからんと何だろうん1万一万少ない1万少ないわけですがと結局何があっても文句言いたいんですねって話熊本地震の時は6700人だったら熊本地震の時より少ない6700人しか入っていないのにってこれを。 理由に批判をしていた、うざがらみをしていたのに、林義正官房長官らしき人物に1万4000人で提出されると、うんと、あの時は、うんと、うんと、うん、と2万4000だから、えっと、2万4000から1万4000を引いて、えっと、1万人、1万人足りないと。結局、何でもかんでも文句が言いたいようでして、さらに、米軍が入っていないっていう質問も最初の段階でしました。 しかしこれも林芳正官房長官らしき人物が、えっと、米軍の方には今あの輸送の方であの依頼をしているところでしてそうですもう米軍の輸送について昨日でしたかねから体制に入っております米軍が入っていないだとか台湾だとかっていう話に関して言いますと入入れれなないい。んです入れない。部隊が入るためにはそれだけの準備がなければできずに準備っつってもあれですよ おお接待お接待待じゃないですよあとねあちゃんとな箸とね割り箸とあーペ,ペーパー皿用意してね大丈夫上座下座確認した違いますよ違います我らが自衛隊ですら入ることができなかったそういう状況だったんで熊本地震の時より少ないとただ熊本の場合には四方八方というか三方から入れますんでそ,のはそもそも入りやすかった一方今回の能登半島というのは やっぱりこう山病のところを抜けていかなければならずそしてそれこそがいろいろな救助だとか支援が遅れていると言われるところなんですけれど可能な限り速やかにやってそれでこれまでなんですこれ以上何ができるのかっていうことで望月磯子記者らしき人物は熊本地震の数倍ひどいとこれはですね熊本県民テレビでしたかね そうですね熊本県民テレビの記事を仮パクしまして望月磯子記者らしき人物熊本地震より数倍深刻でこれは実際熊本地震の時に対応に当たった職員が、えー、石川県の珠洲市の方に入って見てきたところ、まあ、これはとんでもないと熊本地震の時の数倍ひどいとそして望月磯子さん 熊本県民テレビが数倍ひどいと専門家の意見を伝えているのに、その数倍ひどいのに何で自衛隊は少ないんだってことを言ってるんです。ひどいから入れなかったんですよ。あの、地震がひどいってだけではなく、その地域,地域的な状況もありますので、自衛隊の皆さんが10万、20万揃っているからといっても、入れる道っていうのは限られているんですね。押すぞ押すぞ押すぞ俺が先だってなるわけないでしょう。 しかもですねボランティアが入れずにあったかいものが食べられなかったということを望月磯子記者らしき人物は林官官房長官ららししき人物にうざがらみしているわけですよあの普通に考えてそれだけひどい状況ででジャーナリストの堀潤さんですかが現地に入って聞いた女子高生の話によりますと3日間おにぎり1個しか食べられなかったこんな状況が続いていたらボランティアがもっと入っていれば。 といいううよなな話をされてててそのの論拠になっているのが石川県の防災アドバイザーも務めていて朝日新聞の取材に答えました室崎マステル神戸大学名誉教授まあこの神戸大学室崎名誉教授の話というのはボランティアの皆さんもまあいろいろあるけれど「覚悟して入ってね」とまあ政府はボランティアに来るなではなく「覚悟して入ってね」というようなことを言えと言っていた。 とにかく何でも「入れね」って言うんですけどボランティアの皆さんんがが二次被害にあったら誰が助けるんですかこんな人が「いやこれは石川県のせいにしたくないんですが」ですが「お前ちゃんと防災アドバイザーやってなかっただろう」ってね白が白が言ってました白がですよ白が。ボランティアの皆さんが現場に入りたい気持ちまあ分からなくもないです。 じゃあ入ったとして二次被害を起こしたらどうするんですかおいしいもの食べさせてあげたいですよ。女子高生ですか ?JK ちゃんにおにぎり1個かわいそうですよ3日間で。れなんか作ってあげたいですよ。じゃあ行った先で何か起こったらどうするんですか痛い。痛い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 あもしもし救急車1台来ないっつ。むしろそれで来たとしても被災地の皆さんの迷惑になってしまう。だから今ボランティアは 石川県として受付は始めました。けれど、まだもうちょっと待ってください。という話をしている。それを望月。iso 記者らしき、人物は初動の遅れがボランティアが、えっと、阪神大震災の時には3日後にはね。炊き出しがあってって炊き出し山口組ですか？炊き出し炊き出しがあって炊き出しがあって。いや、あったかいものね。食べるのも大切ですよ。今は冬ですしね。寒いんで、ただ。それによって二次被害が出た時に二次遭難が出た時に。 リソースが割かれるんですよ。そして地形的な話が違いますから、熊本の時と全く同じになるわけはないって話。今日1月17日は阪神淡路大震災で、あの時自衛隊の皆さんはもう速さで集結しておりました。しかし時の村山政権がこの出動命令出せなか出さなかったんで出せなかった出さなかったんで動けませんでした。この時ですね。 川野勝利さんによりますと今の倒幕長ですかね、えー、当時の司令官が司令官がしておきます京都あたりまでギリギリまで部隊を動かしていた今ならばとんでもないことになるけどゴーサインがかかった時にすぐにすぐに駆けつけることができるようにギリギリのところまでギリギリのところまで部隊を押し出していたということただやっぱり阪神大事阪神淡路の時には初動が遅れたのは動かす方法がなかったからです そして今は震度5以上になりますと自衛隊の皆さんはすかさず結集しましてゴーサインがかかるのを待っていて今回ゴーサイン早かったですそれが初動の遅れが初動の遅れがって言っていて状況も環境も全然違うものに関してうざがらみをしている林吉松官房長官らしきというか官房長官のその時間を奪ってそしてストレスを与える 災害復旧の邪魔を、邪魔を足を引っ張ってるのは誰かという話になってきます。またですね、格段にひどいという話、熊本県民テレビの報道を引用する形で、今回の能登半島地震はこれ、格段にひどいということを、望月磯子さんはおっしゃってるわけです。初動が遅れた、対応が遅い、格段にひどいから大変な思いをして、 現場も、そして周りでバックアップする人たちもあえて言います。官邸だって宿泊してるんですよ。それをまあ言うなれば絶対安全圏の記者クラブに守られて、東京新聞からお給金もらって。押せて押せて官房長官押せて初沢の遅れがえっと六万六千七百人しか入っていないえっとえもう一万四千人入ってですか。あえっとでもさっき一万人少ない。 堀潤さんの話によると、おにぎり一個しか食べてない、ボランティアが入らなかったらって、そんなことをずっと繰り返しているのが、望月磯子記者らしき人物。つまみ出せって話。お、シロちゃんが、シロちゃんが言ってました。<laughs> 記者クラブとして、つまみだ、お引き取りいただくお引き取りいただく必要があるんじゃないでしょうかね。今、有事なんですよ。平時じゃなく有事なんです。ところがこれ驚いたのがですね、河野勝俊さんが、 フジテレビ BS, BS フジテレビのプライムニュースに出た時に未だにこの災害時にでで運用していいるととうことなんです。あの自衛隊のヘリコプターがですね宮古島沖で事故を起こしましまたで。この原因の究明に関してまあまあまだまだただ今回の被災にあたって震災にあたってあの事故を起こしたヘリコプターというのは計 軽貨物まあ軽貨物ってあれかなあ,のあんまり軍事詳しくないんですけど要は軽いものを運んだりとかするコマーリエが利くヘリコプターだったそうでこれをすかさず運用していればというそこの反省点は今後検証しなければならないただ自衛隊は本来は有事のために動くための組織で震災を有事として認定していれば事故を起こしたヘリコプターであっても 実際敵が攻めてきたという有事の時に「えっとあれちょっと事故原因分かんないんでヘリコプター動かせません」なんて言ってらんないでしょって話いざ有事になった時にはすぐに対応しなければいけない持てうる力で全力で対応しなければならないなのでこの全力で対応しなければならないその状況の時すなわち有事なのにヘリコプターまあ事故が起こったからといって運用まで少し時間がかかった。 我が国は震災を有事として認定していないということが今回の石川県能登半島地震において確認されたということ私やだおっかないってなりました川野勝利さんはいざ敵が攻めてくる有事の時に自衛隊の戦力というものは必要最小限で応じるということを国会方面だとかマスゴミ方面での説明で繰り返されているところが震災にあたると 全全力で行けとと数が足りないと全面投下しろとと、まあ、そのようなことをおっししゃるしかし敵が攻めてきた時のその有事の時には最小限の武力ではなく全力でやらなければ倒さなければいけない震災時も同じことじゃないか震災時には全,全力で行け敵が攻めてきた有事の時には小田にあ小田最小限の戦力でおかしくないですかということを指摘されておりました。おかしいいと思います えー、同じくインフルエンサー MI2 さんが木原稔防衛大臣の会見を、1月16日の会見をツイートしておりました。まとめてくれていましたんで、そちらを紹介しますと、野田半島地震で在日アメリカ軍の物資輸送要請について木原稔防衛大臣、在日米軍は 回転機翼、回転機頭の、まあ、ヘリコプターですかね、の輸送手段を日本国内に保有していること、自己完結可能な輸送力を迅速に提供可能なことで、受け入れ体制の調整に大きな負担がかからないことを考慮し、例外的に支援を要請してきた。ということでして、海外のいろいろな応援の声はありがたいです。とりわけ台湾なんかありがたいんですけれど、来ていただけますといろいろな調整をしなければいけない。ただ在日日米軍は日本にいますんで 日本の事情に大変明るいそしてヘリコプターを持っているなので輸送をお願いしたそして自己完結型とということ自衛隊というのはいざ有事に当たった時に全部自分たちで解決するそういう組織なんですよ。なので問題が起こった時にこれに対応できるように常に準備をしているこの自己完結型これ多分防衛関係者は絶対言えないことなんで。 あえてねあえてあの軍事にど素人のど素人の私だから言いますよ。これはあくまでロジカル的なさらには行政機構的なそこから見た時にこと有事にあたって命を投げ出すことができる命がけの任務を帯びているのは我らが自衛隊なんです。 同じく敬礼で言いますと、おまわりさんだとか、消防官とかいますよね。皆さんもちろん命かけてことに当たってくれております。しかし、いざ有事、いざことが起こった時に、おまわりさんにしても、消防隊員にしても、自分たちの生命安全、自分たちの安全を守るというのが第一なんですよ。二次被害を起きますから。おまわりさんがビビってる。えい、ー、つビビってるボリス名ビビってる。ファイヤーファイタービビってるじゃないんです。 自分たちに何かがあった時にその後犯罪者を踏んじばることも燃え盛る火を消すこともできないので自分たちの安全を守らなければいけないんですよ。自分たちのおまわりさんならばおまわりさん消防士さんならば消防士さんの命安全を守ることによって火を消すことができて犯人を踏んじばることができると捕まえることができる。しかし自衛隊の皆さんはいざ自衛隊の本来業務である有事の時に命がけで我が国を守るんですよ。 我が国を守るとは我々国民を守るんです。災害時に自衛隊の皆さんが自己完結型として現地に行けること。これは在日米軍の皆さんも同じくです。命をかけることというのが任務の中に含まれているからです。敵が攻めてきた時に敵は躊躇なく引き金を引くんじゃないでしょうか。これに応じなければいけないんです。 そういう仕事なんです仕事というとね、軽く思われるかもしれないんですけれどそういう任務なんですその自衛隊の皆様にこの震災の時に人数が足りないと熊本地震の時と比べて格段にすごい被害があったところ自衛隊が足りないつまりは餅月雄子さ,さんがおっしゃってるのは自衛隊にどん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 ん危険なところに入ってけ危険なところに入っていけいやそれは任務なんで自衛隊の皆さん行きますよ ただ、一歩引いて考えてください。望月磯子さんがおっしゃってるところは、やめときます。やめときます。まあ、ただ、今回のことはですね、やはり、これから復興に向かって復興として考えていかなければいけないことと同時に、自然災害というのは、我が国における有事、 あらゆる事態に想定して訓練をしているから自衛隊の皆さんはこの自然災害も含めていろいろなところでいろいろな仕事ができる任務を遂行することができる逆に言うと自衛隊の皆様に出動がかかった時その時こそは有事なんだと台風であっても地震であってもこれはすなわち有事であるとこういう意識に我々国民が切り替わり そして政治の側がそこにアジャストしていく今こそそのことが必要なんじゃないかな1月17日ということもありまして我らが自衛隊のことについてもう少しだけ我々は真剣に考えるべき時がやってきたんじゃないかなそんな気がする今日この頃でございます。